一般財団法人先端ロボティクス財団理事長、千葉大学名誉教授でいらっしゃいます野波先生からご講演をいただきたく存じます。演題は空の産業革命レベル4飛行実験を見据えてでございます。野波先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもご紹介ありがとうございます。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました野波でございます。本日は、空の産業革命、レベル4を実現を見据えてということで、最新のですね、制度設計、今年12月からですね、大幅に、航空法改正が行われます。でそれが施行される。昨年の6月にですね、国会を通過しまして、約1年半いろんなこう準備を重ねて、今年の12月からいよいよ実施ということになります。ご承知の通り、6月の20日、今日は23ですので、3日前の6月20日の日に、全ての100グラム以上の、ドローンですね、登録をしないと、1年の、懲役刑に処するということになっておりまして、大変厳しい、多分驚かれたと思うんですけれども、そんな登録 しないだけで1年間の懲役になるのという、驚いた方もたくさんおられると聞いてますけれども、それぐらい厳しくしたというのが 実際のところでございます。それで、これからお話し、いたします内容は、ぜひ皆様にご承知おきいただきたいと、多分ホームページとかさまざまなニュースで、ご覧になっておられるかとは思うんですけれども、そのあたりも、お話をさせていただきたいと思いますし、それから、今日はですね、せっかくですので、日本はそのように、厳しい法律が施行される、これはあくまでもレベル4という今日の メインタイトルの都市部上空飛行、第三者上空飛行を解禁するためにあえて厳しくしているということなんですね。例えば100グラムのトイドローンが千葉市の上空を飛んだときにですね、リモート ID が搭載されていないと、これは1年間の禁錮刑になるということなんですけれども、そういうことが 100g だからいいだろうって今までは気やすく考えられていたんですけれども、今年の12月からはそれが非常に、現実のものになって解禁されますので、やはり、気をつけていただきたいという、ある種の警鐘ということでもございます。でじゃあ世界はどうなっているかということで、2と3はですね、主に世界のレベル4都市部上空飛行は実はもうすでにアメリカ、中国では進んでおります。ヨーロッパも進んでおります。実は日本はもうすでに2週ぐらい遅れているという感じがしております。そういうことも含めてですね、ちょっとこの2番と3番詳しく、実は日本は遅れているということの実態をご紹介したいと思います。ケーススタディとしてですね。それから、私ども、千葉市さんの絶大なるご支援を得ながらですね、ここに出ておりますように、東京湾縦断飛行、昨年に続いて今年も3月24日に成功いたしました。これは来年の、とにかく来年の、来年、春、できたら春から夏頃にかけてビジネス便として飛行させる予定でおりますけれども、これについてもご紹介をしたいと思います。でこれはよくご覧になっている図でございますけれども、レベル1からレベル4と、レベル1というのはマニュアル操縦で、これはもう古い昔の話ということですね。約2010年頃はそういう時代がありました。でレベル2、レベル2は、それからずっと、現在もにも至っているんですけれども、自立飛行型のドローンで、ただしレベル2は見えるところを飛んでいる自立飛行ですから、何かあったときにはパイロットはすぐ手を出すことができるというのがレベル2で、レベル3というのは見えないところを飛んでいる、もうパイロットを見ることができない、はるか遠いところを飛んでいるというのがレベル3でございます。ただしレベル3はここに出ておりますように、離島山間部とか人口の少ないところ、過疎地ということになっておりまして、現在はここまでが、実施されているということです。ドローン物流、今日は後でご紹介しますけれども、日本で多分50数グループが、事業者がですね、現在実証実験ということで北海道から沖縄までいろんな取り組みがなされているんですけれども、
それはレベル2またはレベル3です。でレベル4が、先ほど、お話ししましたように今年の12月からということでございます。まあ、そういう意味で非常に遅れてるんですけども、ようやく日本もこのレベル4に入ろうとしているということです。で、何が大きく違うかというのは、これ紙というかのいずれも全て資料でホームページでもご覧いただけるわけですけれども、3つのカラムがありますけれども、一番上の方がまず飛行の概念ということでは、第三者上空飛行、基本的にはこれは飛行不可、今赤で囲われてますけれども飛行不可、そして、改正後12月からこれが許可されるということですね。ただし許可される条件はここにある、これが非常に重要です。これは後で詳しくご紹介しますけれども、まあ、ざっと申しますと、機体を認証された機体しか飛べない、飛んじゃいけない、かつ、国家ライセンスの、まあ、一等免許と呼んでおりますけれども、一等免許のライセンスを持った人が飛ばす、そしてきちっと運航ルールを守ってくださいと、この3つの条件を満たしたら、都市部上空を飛行できますということですね。で、これは個々に申請をして許可を取っていくということになります。一方、航空法改正で、逆にこれまで大変煩雑で面倒だった手続きは全てなくなるということです。もう飛行許可の承認とか、必要ございません。これもう不要になるということです。これがこれまでレベル2ないしはレベル3で飛行していた、事業者さんにとっては非常に、朗報ですね。で、一方レベル4が加わったということで、新たにここが飛行許可申請が必要になったと。まあ、ですから簡単に言えば、これまでの飛行申請、許可申請というのは一切なくなるということです。この条件というのはやはりこちらもありまして、ただし、これ全部ただし書きがついてまして、じゃあレベル2とかレベル3はと言いますと、機体の認証、これが、第2種機体認証を経た機体を使う場合には2等のライセンスを持っていればという、この2つの条件を満たせば OK という、許可申請はいらないということになります。で、実はですね、ここにありますように飛行の許可は一切いらないところって、実は日本で 93% ぐらいの土地は関係ないんですね。実は皆さんだいぶ混乱されておられるんですけれども、ほとんどの場合、例えばちょっとこう、過疎地の、畑とか田んぼしかないところとかですね、そういうところは基本的に人口密集地に指定されていませんので、それは一切不要です。ですからまだ 93% もう飛ばすところないってよく嘆く方もおられるんですけど、そんなことは全然なくて、房総の方に行けば飛ばすことができます。九十九里の方に行けばもうバンバン自由に飛ばすこといっぱいあるんですね。ですからそこは全然問題ないということでございます。で、ちょっと公開資料なんですけれども、これは、まず型式認証、機体認証という話でございまして、先ほどご説明しましたように第一種機体認証を、まず型式認証と機体認証の違いというのは、メーカーが取るのは型式認証と呼んでいます。で、そのメーカーから型式認証を取った機体をユーザーが購入して、それを事業に使って飛ばしていくという場合には、どんどん機体認証というのを毎回取っていくということになります。これは有人航空機も同じことでして、例えばボーイングとかエアバスが設計し製造したものを JAL とか全日空が購入して、でビジネスとして飛ばすというわけですね。その場合に、ボーイングとか、エアバスが取るのは型式認証というものです。で、型式認証を取った機体の機体認証というのは型式認証を取ってますので、その分手続きが簡略化されるということになります。一方、型式認証を取られてない機体で機体認証を取ろうとすると、型式認証と機体認証を同時に2つ取らなきゃいけないということで、非常に大変であるということになります。ですから、これからドローンを作っているメーカーさんは、これは第1種型式認証、第2種型式認証を承認済みの機体ですということをこれから PR されると思いますけれども、多分これからのドローン展はそういうものが、展示会に出てくるだろうと、来年からですね。そうすると、これは簡単に、認証が取れるから飛行も信頼性が高くなると、そういうような形で
だんだんと差別化されるだろうという具合に考えております。それからライセンスの方ですけれども、ライセンスも同様にですね、今いろんなスクールで、事業者免許を取って、民間のライセンスを取っていますが、並行して今度は国家ライセンスっていうのが制度設計されました。でこれが12月から施行になります。ちょうど車の運転免許と同じようにですね、普通免許、それから特殊免許いろいろありますね。大型とか大型特殊とかいろいろ、タクシーの運転手、また別の お金を取って人を乗せてビジネスをする、事業をするという、そういう免許、いろんなものがありますけれども、同じようにこのドローンに関しても、一等免許、これは都市部上空、第三者上空、いわゆるレベル4を飛行できる免許を一等免許と呼んでいます。でレベル2は、二等免許は、それ以外の場所、つまり、レベル1から、レベル1からといいますか、レベル2と3ですね、目視内の自立飛行のエリア、目視外ですけれども都市部上空ではないところ、そういうのは、二等免許を持てば、飛行申請の許可がいらなくなると、飛行許可がいらなくなるということでございます。で、これからはその国家ライセンスが取れるスクールと、それからそうでないスクール、これもまた差別化されていきますね。で当然国家ライセンスが取れるところは人がどんどん、たくさん受講生が増えていくだろうし、逆に国家ライセンスが取れないところっていうのは民間のライセンスですから、やはり結果的にだんだんとこう人が、受講生が少なくなっていくだろうなという感じはいたします。いずれ過渡期は過渡期としてあるんですが、将来は全て国家ライセンスになるだろうということでございます。多分先行ぐらいは一等免許が取れる、あるいは二等免許が取れる、国家ライセンスが取れるスクールに多分なると予測はされています。今大体1300から400あるんですね、スクール。そのうちの8割方、多分、国交省は認証して、国交省の代わりにライセンスを付与してくださいというようなスクールになっていくだろうと思います。それからこれは登録の、すでに登録をした件数ですけれども、6月20日時点で約20万件のドローンが登録されたということですね。この数もすごい感じだなと思いますけれども、たくさん登録されているということでございます。で、事前登録をするとですね、3年間リモート ID というものを搭載しなくても飛行ができるんですね。リモート ID って何だっていうことですが、これは、約20グラム程度のものなんですけど、重くて30グラム、非常に軽いものなんですが、これを、機体に搭載して飛行するときには1秒間に1回ずつこう発信で、自分が、どういうミッションでどういうような機体で登録番号は何でというのを発信し続けるんですね。で地上にいた、特に、主に警察とか航空局の方、あるいはそういう取り締まりをする規制側の人たちが、チェックをしているということになります。ちょうどこれも車と同じで、スピード違反してないかとか、信号無視してないかとか、駐車違反してないかとか、回ってますよね。そういうことに相当するような、いわゆる規制当局側の、ためにこれはリモート ID をつけることが義務化されたということですね。空を安全に飛行させて皆さんが、電源供与するということを考えると、やっぱこれもやむを得ないのかなと思います。で事前登録をした場合には3年間猶予されるので、ちょうど非常にラッキーですよね。ですから皆さん合わせて6月20日までに20万機の人が登録された、20万機の機体が登録された。でこれ以降に関しては全てリモート ID が義務化されるということです。リモート ID を搭載していない機体が飛ぶと、つまり多分スマホにアプリをダウンロードして、ね、使えるようになると思うんですが、ちょっと飛んでると、ちょっとあれちゃんと登録してるかどうか見ようということで、リモート ID つけてるかつけてないか、でつけてない場合は事前登録をしている、いれば、合法なんですけども、事前登録なしでリモート ID が搭載されていないと、先ほどのように1年間の禁錮刑になるということでございます。これ非常に厳しいので、ぜひ、守っていただきたいと思います。
あ、これはですね、もちろん先ほど、93% ほどは実際国宝の国宝と言いますか、申請なしでも飛べますよと言ったんですが、リモート ID は関係ありませんので全部、必要があります。93%、つまり日本全国どこでもリモート ID が搭載されていないと、このような厳しい罰則があるということです。で、ちょっとここからは世界の動向なんですけれども、ちょっと進みます。世界のドローンメーカーというのは大体750社、私ども調査ではあります。で、アメリカ、中国、こうずっとこうランキングされて、フランス、イギリスになっているんですけれども、アメリカ155社、中国40社、38社という感じでずっとこうございます。で、非常にメーカー数が多いと思います。これはまだまだ実際にもう少し数は増えると思うんですけれども、私どもはきちっと、ここにある一定の条件、つまり例えばホームページがあるとかですね、それからきちっと機体の構造や性能に関するデータがオープンにされているかどうか、そういうことを条件にしました。ですからこういうのを、条件にしないともっと数はぐっと増えるということでございます。で、空飛ぶ車を除いた機体のタイプ別ということで考えますと、固定翼が一番多くて 35% で、 VTOL っていうのはマルチコプターと固定翼が合体したようなものですけれども、これ飛行して巡航速度で飛ぶときには固定翼になりますから、これ全部固定翼と考えられます。で、そうしますと約6割近くが、固定翼だということ。世界の数勢はほとんどが固定翼ということですね。6割は固定翼、残りが回転翼ということになります。ドローン展はご覧になった方もおられると思うんですが、展示会で見ると大体日本の場合こちらが圧倒的に多いですね。こうほとんどわずかです。これは国の事情にもよります。事実オーストリアとかですね、それからスイスとか、あと北欧の国なんかは回転翼が多いということで、やはりその国の事情もあるということでございます。ちなみにこれが日本の実情と、マルチコプターが大体8割近く占めているということでございます。それから動力源はほとんどが電動ということで、これはほぼ世界の動向と合致しているということでございます。それでもですね、こうもう少し詳細に見ていくと、電動ハイブリッドエンジンソーラー等ということで、それ分類していきますと、機体の大きさとか目的によって微妙に、分かれてくると、マルチコプターは電動というのが一番相性がいいんですけれども、例えばシングルローターヘリコプターの場合はほとんど電動じゃなくてエンジンなんですね。シングルローター、もともとクラシックなずっと、約100年近く使われているヘリコプターはエンジン型が多い、あるいは固定翼の大きなものも大体エンジン型で、それ以外はハイブリッド、発電してモーターを回すか、エンジンで発電してモーターを回すか、あるいは電動か、とそんな感じになっているということでございます。ユースケースに関してもですね、そういうことで、例えば物資輸送というと VTOL 型で、垂直に離発着して、水平飛行は固定翼というようなものが多いということです。ちょっと時間の関係で省略します。で、これは都市型、非都市型ということで、都市型の方は VTOL、 非都市型は、人口の少ないところを飛ぶのはヘリコプター型、エンジン付き、こちらは電動型ということですね。で、非常に、よくホームページ等も出ている、しっかり、社会実装している2つのケーススタディをちょっとやりますと、これはアメリカのマターネット社というものです。で、これがですね、実際にこれロサンゼルスのこんなすごい渋滞なんですね。東京もこれにここまではさすがにいかないですけど、ほとんど動かないということですね。アメリカの大都市の機能はもう麻痺していると。で、これをしっかりとこのように今白の線が出てきたようにですね、ちょっと先なんだけど、車で行くと1時間かかってしまう、30分かかってしまう、それドローンで行けば5分、3分5分で行ける、そういうようなレベルだということですね。2キロのものを20キロぐらい運ぶと、
そういうようなレベルで考えているんです。まあ、これはマザーネット社がこれちょっとこうハスの花が咲くような感じのですね、ところがこれ実はドローンステーションというものです。でこのように都市部の上空を、もうこれマザーネット社は許可を取ってすでに社会実装しています。でもこれちょっとイメージアップの図で、実際にこれが実際の動画ですね。これはベルリンって出てますね。これドイツのベルリンでもやってるってことです。でこのようにPCR での検査とか、この3年間ほど、まあ、地球上全体がパンデミックで、まあ、いろいろと大変な時期を過ごしていくわけですけども、まだ依然として解決はしてませんが、まあ、そういう時にこういうドローンが大活躍しているというちょっと紹介ですね。このように ID パスワードを入れて、パッケージそのものは非常に小さいんですけども、患者にとっては、患者といいますか感染した人あるいは感染が疑われる人にとっては早く結果が知りたいということで、それをこのドローンで対応しようということです。でこのように実際に装着して、でこの機体自体は非常に小さな機体で、2キロぐらいですね。で運ぶものは大体500グラムぐらい、まあ、そういうものです。もちろんマックス4キロぐらい運べるんですけども、まあ、こういう取り組みがすごくちょっと時間の関係で、それからもう一つはですね、このこれちょっと詳しくご紹介したいんですが、Google 系の会社、Wing っていう会社です。この会社は、世界で初めて、ドローン宅配をやっている、もうすでにずっとやっているということです。ここに出ていますように、だいたいパッケージ重量 1.2 キロ、まあ、ここに今これ搭載されているこれがパッケージですけども、荷物は 1.2 キロまでと非常に限られています。で片道10キロ、往復20キロを飛行するというものですね。で、これはオーストラリアで実際にやっている、これ昨年の、国際ドローン展、ジャパンドローン展ではなくて国際ドローン展でご紹介いただいたものが、そのスライドなんですけども、ここにこうホバリングしていて、ものだけずっとテザーでケーブルで下に下ろしてくると、つまりこの機体は着陸しないんですね。なぜかっていうと、やっぱ騒音がうるさいということなんです。で、もう大きさはこのようにですね、1.5 メーターの、まあ、固定翼の形してますが、ここにたくさんプロペラがついています。このプロペラが、合計、これ全部で、12個ですね。12個で、上昇したり下降したりします。そして推進はここに4つついてまして、水平飛行はこの4つのプッシャーのプロペラで、水平飛行するということでございます。まあ、こういう機体を使ってですね、実際にウイング社自身独自にこう、UTM といいますが、いわゆる運航管理システムを使って、こうスマホなんかを使ってですね、運航管理をちゃんとしていますということです。で、ここに特に重要なのは、ここにはガバメントとありますけれども、それぞれのローカルガバメント、ステートガバメント、フェデラルガバメントということで、まあ、自治体と連携しながらこれやっていますということです。まあ、これちょっとテキサスの動画があるんですが、ちょっとこれ省略してですね。で、実はこれをアンケートで調査をした結果があります。こちらはすごくなるほどと思われるんですが、これは2019年の10月から2020年の末まで約1年間、このクリスチャンズバーグっていうバージニア州の人口はそんなに多くない2万、ちょっとですか、という小さな町のようです。でここで、まあ、世界で初めて、もう2019年ですから、まだコロナ新型コロナが、感染症が蔓延する前の時期から始まったということですね。で、開始して3ヶ月ぐらいして世界中に蔓延始まったということなんですけども、まあ、その結果がですね、ちょっとご説明していきますと、2019年の4月にウイング社は FAA アメリカ航空連邦航空局からエアキャリアという、まあ、認証を取りました。これも世界初です。そして、1週間に大体平均57件の
リクエストがあって飛行していくピークでは97件ですから、これ7で割ると、まあ、8件か9件8件から9件、まあ、そんなにしょっちゅうこう、注文が来るわけではなかった。でも1年間に通すと長いですね。それからまあこれ調査なのでいろいろと語りがあるといけないということで、家族構成とかですね、それから学歴とか収入とかですね、新技術に対する理解度とかいろんなことを調査して、信頼性をいろいろとチェックした。これ調査したのはバージニア工科大学です。実はこのクリスチャンズバーグの近くにバージニア工科大があるんですね。で、社会実験をして1年ちょっと社会実験をして、そのピックアップをまとめたということです。で、大体1万3700世帯にメールで調査をしたということです。ですから2万数千人いるわけですから、だいたい1家庭2人暮らしというような、平均2人暮らしという感じでしょうか。で、しっかりアンケートに答えてもらうために、まあ、こういうギフトカードの抽選会なんかもやっているということです。で、多くの意見、まあ、スピードと利便性非常にいいと、それから高齢者、足の不自由な方、子供のいる家庭ではちょっと買い物行くの大変だから、で、あの犬とかですね、いっぱいこう生き物がいるのでできたら運んでもらいたいということですね。ただやっぱり難点はですね、騒音の問題がやっぱり大きな深刻な問題、プライバシーの問題、搬送物の制限、これはあの3キロのもの、5キロのもの運んでほしいと言ってもそれはできないんですね。 1.2 キロまでということで非常に搬送物の制限があるという、これも問題。それからやっぱり墜落のリスクが常にこうあるということと、まあ、天候による影響、まあ、こういうことはネガティブな意見で、上2つがポジティブな意見と、こういう、まあ、分かれた。具体的に数値を見ていくとですね、このようになっていまして、左側はですね、これは 87% の人が、まあ、ドローン宅配に好感を持っている。特に 53% は大変良い、 26% は、まあ、良い、 8% は普通、 7% は、嫌いというような形です。また 89% の方は何らかの形でサービスを利用したというものです。からまた、パンデミックになりましたね、2020年から。で、パンデミックの期間中もずっと飛び続けて、注文があると飛んだということですけれども、58% の人がパンデミックに なることで、まあ、人と接触することのリスクがあるということから、このドローンの意義が変わって重要であるというか、意識が変わってきたと。また、もう面白いのは、ドローンこそこの物流に適しているということで、インフラ点検とか農業よりもはるかにこっちが相性がいいという回答をしているというようなことでございます。ちょっと今のはアンケートの調査ということですね。まあ、日本もまだこういう実際に社会実験をして長い期間1年以上をやって、アンケート回収して調査をして、その社会実装に対する是非をですね、一緒に皆さんと自治体の人と一緒に考えていく、そういう取り組みってのはまだ日本ではなされてないと思うんですけども、日本もこういうことは必要かなと思います。で、これはまあよく出てくるドローンの産業市場ということなんですが、これが先ほどちょっと冒頭で申し上げた、いろんなところで、今社会実験がやられているということです。これ物流ですね、あくまでドローン物流です。私どもここに、千葉市とか横浜市、まあ、台湾の横浜と千葉市を結んで東京湾を縦断して物を運ぶという、東京湾、ドローンハイウェイという構想を今、考えておりまして、それを実際に実行しようということでやっております。それでやはり重要なのは、ここにちょっと時間が来ましたので、やはり重要なのはビジネスモデルですね。この3つ目にある採算性がちゃんと合うのかという、ここが一番ポイントだと思います。ですので採算性が合うものでないと、やはりこう分けかないということだと思います。で、ちょっと時間が来ましたので、私ども東京湾飛んだ機体はこれですけれども、終わりにするとですね、このように垂直に離陸して、この上についているのはこれ、翼です。まあ、我々カイトと呼んでますけど、ちょうどまあ皆さんゲイラーラブとか昔飛ばしたことがあると思うんですが、まあ、タコに近いんですよ。このようにもう普通の布切れです。まあ、軽量化することとか、持ち運びが簡単だとか、いろいろな理由があります。で、離陸の時はですね、このように
離陸して、まあ、垂直に上がるというよりも、まあ、斜めに行くということですね。まあ、そういう感じで、まあ、飛行ができると。で、実際にこれが最後のになりますけども、これは、実際に当日飛行した時の最後の着陸のところのシーンです。これは、稲毛海浜公園のプールのところですけれども、今こう見えてますね。音がちょっと変わったと思うんですが、固定翼で飛んできた時からこうマルチコプターにモードが切り替わりまして、これから着陸態勢で2メーター×2メーターの狭いドローンステーションの上にピタッと着陸するという、そのハイライトのところだけちょっとお見せしたいと思います。まあ、こんなイメージでですね、ちょうどあの下から見てると、襟ですね、マンタが海の中を悠々とこう泳いでるのをご覧になったことがあると思うんですが、まあ、あれにちょっと近いですね。非常にゆったりと飛んでるという安心感があるということです。で、今これ、プロペラ回ってるのが分かるかと思うんですが、これ仮にプロペラ止めてもですね、ゆっくりと、降下していきます。で、プロペラをつけて回してるのは所定のところにきちっと降下させるためですね。で、今これがドローンステーションです。この上に着陸する。これはちょっとエッジを見て、まあ、着陸するということですね。それで、実際の運んだものはこういう、ビジネスモデル、先ほどビジネスモデル重要ですと、採算性が合うかどうかということなんですが、こういうような、まあ、インプラントに代表されるような人工の歯を、まあ、歯科機構を、まあ、届けるということが目的です。まあ、現在はこれまで、千葉市から横浜市まで運んでいるということで、それをドローンでやれば人件費も減って CO2 も減るというようなことで、非常にいいんじゃないかということで、こんな形で今このプロジェクトは進めております。ちょっと時間が過ぎました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。